寒いわざわざなるほど、はい、ご苦労様、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、新年明けましたね、2014年、14年、はい、うん、ところで、うん、ところでよいしょっと、はい、一発目、今日一発目のテーマは、はい、うん、猫ちゃん、猫ちゃんの仕草と仕草シリーズ、うん、人の指にクンクンの理由、そうそう、あれ気になるのよね、うんうんうん、はい、あの、なんか来るよね、そうなんですよ ね、あの、覚えてらっしゃいますか、前回の猫ちゃんの仕草の話をした時に、うん、最後にキリンさんがあの指に来るよ、絶対来るって、はいはい、ね、うん、来るよっておっしゃったんですよね、それで、あ、じゃあ次は人の指にクンクンをちょっと深く掘り下げてみようと思ったんです、ね、嬉しい、どうしてなんだどうしてかお話ししましょう、はい、あのですね、まず、あの、動物の種類によって発達させてきたコミュニケーション方法が異なるんですね、うん、で、猫ちゃんの場合、単独で狩りをするしてきた動物で、うん、なので、あの、個人個人というか、その一匹一匹の縄張りを、確保する、その守るために自分の匂いを残して、うん、あの、それでお互いにその線引きして、そのエリア内で、自分のエリア内で狩りをして、うん、暮らしてきたんですね、うん、なんでかっていうと、その自分の、ね、ところに他の猫ちゃんが入ってきたら、うん、あの、食べ物を奪い合いになってしまうので、うん、なので匂いをお互いに、あの、残すことで、うん、あの、コミュニケーションしてきたんですね、うん、猫ちゃん同士で、うん、ということで、猫ちゃんはすごく五感の中でも嗅覚に頼ってるそうなんですね。そのために、その今でも、その家庭で暮らす猫ちゃんでも、あの、とりあえず気になるもの、興味のあるものはどうしてもクンクンしちゃう。そうなんです。あ、じゃあ指出すと、はい、指には興味がすごく持つってことだ。そうですね。そうです、出てきた。それは気になるから、ちょっと匂い嗅いでおこうと。なんで俺なんですか。料理はどうかな。あの、聞いていただいて分かる通り鼻声なので、ほとんど聞いてませんから。残念ながら。うどうかな。はい。はい。それでですね。うん、あの、じゃあ、なんでするか理由なんですけれども、うん、あの、まずは、なんだか分かんないものをとりあえず、匂い嗅いで、その匂いからいろんな情報を収集することで、うん、何なのか確認したいんですね、うん、あの、これは美味しいのか、食べれるのか食べれないのか、危険なのか危険じゃないのか、うん、っていう情報を収集して物事を判断するっていうのが一つの理由だそうなんです、うん、なるほど、はい、そしてもう一つは、親しい仲間っていうことを確認する行為だそうなんですね。知ってる匂いかどうか、うん、そうですね、知ってる匂いかどうか、なので、あの、指さしてくる場合は、あの、親しみの行為だそうですよ、一般的に、うん、なるほど、なるほど、嫌いな人、仲良くない人には行かない、うん、行かない、無視するとか、うん、そのクンクン来ないと、あ、そうみたいです。仲間って親しいかなって来た来たなんかもうやらないとダメな感じだったですよね今ねとりあえず ね言っとかないとってはい、で、ちなみに、はい、ワンちゃんは資格に通った
通っている動物で、うん、群れで捕獲をしておしするので獲物をあのボディーランゲージをお互いに読むことで集団生活をしてきた動物なので、うん、そういった点で犬とはまた違ってるみたいですね。はい、ということで今日のお話は、うん、猫ちゃんが人の差し出した指にクンクンするのは親しみの行為で、うん、でその時の気持ちはリラックスしてて甘えてる時だそうですよ。リラックスして甘えてる時じゃないですか。うちの子もそうなんですけど、人差し指に来る時はゴロゴロ言ってます。あ、なるほどね。そうだね、ゴロゴロ言いますね。はい、はい、はい、今日は、はい、猫ちゃんの話でした、はい、ではお天気です。お天気お願いします、はい、明日のお天気は、はい、晴れ晴れだ晴れだ。はい、はい、はい、では今年も頑張ります、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あ、言い忘れちゃダメですよ、ちゃんと明日の天気。あ、そうですよね、はい、なんか忘れてたと思ったんです。大事なこと忘れないでください。はい、これはちゃんと調べたんですけども、正確なお天気は明日の朝のお天気お姉さんで確認してくださいね。クリスタルのお天気お姉さん、ゆかちゃんでした。